ティモール島の衛星写真東ティモール西ティモールティモール島は小スンダレ島の東端にある島。南にはティモール海を隔ててオーストラリアがある。面積は約3777平方キロメートル。人口は東西合わせて約232万8000人。ティモールはマレー語、インドネシア語で東を意味する。ティモール島は 独立国である東ティモールとインドネシアの東ヌサトゥンガラ州の一部である西ティモールとに分かれている。東ティモールは連続しておらず、飛び地のエクシアンベノがある。リュウライと呼ばれる王たちが拡挙していたが、大航海時代にポルトガルが白弾を求めて来航した。1520年、ポルトガルが領有宣言し、1586年に島を占領した。 1640年、インドネシアを植民地支配していたオランダがティモール島に入植した。1859年のリスボン条約により、1860年に東西に分割され、オランダ領ティモールとポルトガル領ティモールとなる。1904年の協定によって、一部領土の交換が行われた。以後、ティモール島は分割統治されている。 ただし国境が公式に定まったのは1912年である。第二次世界大戦中の1941年にオランダ軍とオーストラリア軍が中立国であったポルトガル領東ティモールを占領した。その後、1942年から1945年の間は日本がティモール当然行きを占領し、 東ティモールについてもポルトガル政府に黙認されて事実上の統治下に置いた。これに対してオーストラリア軍がゲディラ戦を行い、現地住人の一部も両陣営に協力して戦闘を行った。1949年、オランダ領東、インドがインドネシアとして独立すると西ティモールはインドネシアの一部となった。1975年、 インドネシアが東ティモールに侵攻し実行支配したが、国連及びポルトガルはこれを認めず、東ティモール人はゲリラ戦法でインドネシアに抵抗した。1999年の国民投票によって、東ティモールは独立国となった。インドネシア政府は、これが西ティモールの独立運動へ飛び火することを恐れており、実際に2001年にはティモール島全土統一を目指す。 ティモールらや運動が西ティモールで起こりつつある。ティモール島は民族分離地域の一例であり、現在のところ統一統治は実現していない。ティモールの言語、テトゥン語、ウアブメトコティモールの住民は本来は周辺の島々との間にも、東西ティモールの間にも、顕著な違いはなかった。しかし、その歴史的、政治的特殊性を受け、若干の特徴がある。 メラネシア人が多数派である。ただし、東ティモールには重要なマイノリティとして、ポルトガル系住民がいる。独立運動の機種であり、大統領となったシャナナグスマンや、ジョゼラモスホルタも、ポルトガル人との根結である。多数派の母語は、アウストロネシア語族マレーポリネシア語派ティモールババル、語群の言語である。この語群は、ティモールの北東のウェタル島や、 東方のババル諸島でも話されている。主に西ティモールで話されるウアブメト語と、主に東ティモールで話されるテトゥン語が主要で、その他、いくつかの話者の少ない言語が話される。公用語は、西ティモールではインドネシア語、東ティモールではテトゥン語とポルトガル語である。ただし、東ティモールでも、インドネシア語は多数派の母語と同型の言語であり、 インドネシア占領時代の教育と独立後も隣国からの文化的影響により限定的に通用する。宗教は人口の80%がキリスト教である。インドネシアの多数派宗教がイスラム教である中、東部諸島ではキリスト教が散在するが、ティモール島はその中でも特にキリスト教徒が多い。カトリックが主だが、西ティモールには、 若干がプロテスタントを信仰する。動物地理学上のウェイバー線がティモールとオーストラリアの間を通る。すなわちティモールは東洋区の南東端をなす。ありがとうございます。